いけ、いけ、本田。リーグの一戦、サガン鳥栖が、ちょっと石入れてると戦います。見ていきましょう。中途半端、中途半端、中途半端。入って、別に映れません。入った。いけ、林。シュートどれ、シュートどれ。打てー、うおー。次。三角形。切り返し。それ言ったらダメじゃないですか。クロス。やばい。あ、やばい。ちょっと石使いたいな。来た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 。石。レフェリーはアドバンテージを取っています。このタックルはファールを取られています。うまい。おい。大丈夫でしょ。ケイスケさん。おい。ない、ノーカード。まあ。これはやりすぎっしょ。キラースライダーでしょ。イエローカードが出ます。稲妻イレブン見すぎた。軽率なファールは避けたいですね。これ何やって、これ。何イエローカードが出ます。軽率なファールは避けたいですね。さあ、リードできるか。決まりました。ゴールです。できるか。これはそうゴールです。誰これ。ここで試合の均衡を破ってきました。ゆうとくん点差ですから今日サイドハーフの気をつけたいですね。ゆうとくん相手に渡りました。林からのちょっと守備、守備の仕上げにか。おい、タジが受けよ。おい、来た来た来た、石井、石井来た。うおい、来た来た来た。スペースある。PK でしょ。またケースケース。どんだけ、わぁ、大将。今まで、いつもらった1枚目。そして2枚目のイエロー。出てたもんね。ちょっと嬉しい。ちょっと苦しくなりますよ。主審がペナルティースポットを指差します。しっかりと PK を決めました。頼むよ、パラちゃん。後半戦キックオフ。ハーフタイムに監督から何か指示が出ているでしょうか。戦術の変更にも注目です。このまま行きたい。決まった決まった。ゴールです。イエーイ、石井ゴール。あ、じゃあたけし君なんか変な動きでした。たけし君やった。また消えた。はい。レベリー。来た来た来た。石井。いけいけいけ。パスつなげ俺のチーム。来た来た来た。こっちはパスつなげるのでいっぱいいっぱい。削れ。林。ああ。おお、なんか奇跡のドリブル。おお。いけいけいけ。でシュートは。シュートは。削っちまえ。今のシュート。うまい。もう一回、そう。で、もう一回ここ。うわあ！うわあ！石井決めろよ。献身的。森下さんの話。ここまでは一方的な展開になっていますね。はい。サガン鳥栖はかなり不調のようです。今後に影響がないといいんですけどね。結局ここまでずっと一方的な内容で試合。ゴールは見えるか？ピンチが続きます。ゴールです。いや、石井。ここまでずっと一方的な内容でして、うまい。来た、林。ピンチが続きます。ゴラソー。林のゴール。ゴールを奪いました。代表者のゲームプランが崩れましたね。なんとかしのぎながら攻撃のチャンスを伺うしかありません。ホイッスルが鳴って試合終了です。楽しんでいただけましたか。やっぱ大地くんゲーム下手なんで、サッカーでは勝てないですが、ゲームではしっかり勝ちました。ありがとうございます。そしてゲームばかりじゃなく、僕たちの試合を生で見に来てほしいなと思います。またまたみんなでスタジアムで
元気な姿で会いましょう。